まずはこちら、メロメロメロー、メロメロメロー、コラボ限定降臨、みんなメロメロ、海賊女帝ハンコックにて、ボスのハンコックは原作通り、メロメロメローを放ってくるんだ。相変わらず来られてるな。原作において、メロメロの実の能力者であるハンコックは、魅了されたものを石に変えてしまうという、なかなか最強レベルの能力を持ってるんだけど、この原作通り、モンストでもメロメロメローを食うと麻痺状態になって動けなくなっちゃうんだ。ほんとだ。確かに麻痺状態だと全く動けないから、石化を表現するのにはぴったりだな。ただ、原作においてこのメロメロの力が効かなかった男がいる、ルフィだな。そう、ルフィには横島な気持ちがなかったからか、このメロメロメローで石化しなかったんだ。そんなルフィをハンコックのクエストに連れて行き、メロメロメローを受けると、こんな感じで、ハンコックとルフィの頭にハテナが浮かび、原作通り、ルフィは麻痺状態にならないんだ。マジじゃん、ハテナが出るのとかも、原作へのリスペクトが素敵だな。BGM が一瞬止まるのも面白いから、気になる人はぜひルフィを連れてメロメロメローに当たりに行ってみてね。あと、ハンコックのクエストには、ボス撃破時の特殊カットインも用意されてて、ルフィの SS でハンコックを倒すと、こんな演出が流れるぞ。恋はいつでもハリケーン、ハンコックがルフィに惚れちゃうシーンだ。こんなところまで表現されてるの、最高だな。他にもハンコックのクエストに注目していくと、まずステージはこんな感じ。クエスト背景はサンダーソニアたちとルフィが戦った決闘場だな。この弓使いと蛇は、クジャの弓使いたちを表してるんだろうな。そしてボスにはエキドナが中ボスとして登場。このエキドナはサンダーソニアのことだろうな。あと、ハンコックの性能はこんな感じで、ストライクショットでもメロメロメローを使うことができて、敵を麻痺させることができるぞ。バウンドヒールもメロメロの実っぽくて最高だな。お次はドフラミンゴのクエストについて、ドフラミンゴのクエストでは、ボス戦突入時のカットインに特殊演出が用意されてるんだけど、まず通常のカットインはこんな感じ。死を恨め、お前たちは操られるだけのゴミとして生まれたんだ。ドフラミンゴの元天竜人としての矜持を感じるセリフだな。ドフラミンゴはなかなかにクズなやつだけど、いろんな名言とかも残してて敵キャラとしてかっこよすぎる。そしてコラボ限定キャラのロー&キッドを編成してクエストに行くと特殊カットインとなるんだ。俺はあの人の本懐を遂げるため今日まで生きてきたんだよ。コラさん、橋の上でローとドフラミンゴの決闘が始まるシーンだな。これも激アツだ。そうそう、決闘をイメージしてのことか、ロー以外のワンピースコラボキャラも一緒に編成してしまうと、この演出は見れなくなるのでご注意を。こってんなぁ。他にも、ドフラミンゴのクエストに注目していくと、こんな感じで結界が出てくるんだ。おいおい、これ、もろ鳥かごじゃねえか。背景も鳥かごが描かれてるし。てか、ここにドフラミンゴ一味の幹部、ピーカっぽいやつもいるな。あと、この敵キャラの剣士たちは、ドフラミンゴに操られてる兵士ってとこかな。そうそう、一応原作を知らない人に説明しておくと、ドフラミンゴは糸々の実の能力者の糸人間で、糸を使ってマリオネットみたいに人を操ったり、鳥かごと呼ばれる強靭な糸のドームを作り出したりしてたぞ。雲に糸を張って空飛んでたりもしてたな。ちなみにクエストでも、糸っぽいレーザー攻撃をしてきて原作再現されてるぞ。これ、五色糸だな。あと、忌憚は玉糸の再現かな。そしてドフラミンゴのストライクショットは、狙った方向にゴッドスレッドを放つというもの。ゴッドスレッドは、ルフィとのラストバトルで放ったドフラミンゴの奥義だな。糸々の実で空を飛べるからか、アビリティに飛行がついてるぞ。アジンキラーは人を操れるからってことかな。いろいろ考える余地があって、ワンピースコラボめちゃめちゃ楽しいな。お次はカイドウのクエストについて、カイドウのクエストでは、ボス突入時とボス撃破時の両方に特殊カットインが用意されてるんだ。これは一番気になるやつだ。まずボス突入時、通常のカットインはこちら。おい小僧、お前が一体何になるのか、俺たちの前でもう一度言ってみろ。カイドウがルフィに対して前振りするシーンだな。ビッグマムとカイドウが並んだ時の迫力がヤバすぎるし、それに立ち向かうルフィの後ろ姿がかっけえっす。そして特殊演出はこちら。みんな、他は任せる。援護頼む。俺はカイドウをぶっ飛ばしに行く。鬼ヶ島の討ち入りにて、麦わらの一味が勢揃いするシーン、他は任せるっていう、ルフィが仲間を信じきってるセリフがアチーでございます。さらにボス撃破時の特殊カットインはこちら。お前らを超えて海賊王になる男だ。俺に攻撃が効く？わずかだぞ。俺と戦える奴ら。記念すべき戦話のしびれるシーンだ。最初の通常ボス入りカットインにおけるカイドウの前振りに対して、
このカットインがアンサーになってるってことだな。最高すぎるぜ。そして条件なんだけど、ボス突入時の麦わらの一味が集まる特殊演出は、守護獣チョッパーを含め編成を麦わらの一味のキャラのみで組んだ時に見れて、ボス撃破時の演出はルフィの SS でカイドウを倒すことで見られるぞ。なかなかに難しいな。他にもカイドウのクエストでは、敵キャラにもしっかりカイドウ要素があって、カイドウの能力である精霊を模した、水属性のバハムートや、おそらく百獣海賊団のギフターズがイメージされた、神谷ビゼラーが登場するぞ。侍たちもしっかり出てくるんだな。あ、中ボスのヤマタノオロチは絶対黒ずみオロチのことだな。あとカイドウの部下にはナンバーズという10人の鬼のような古代巨人族がいるんだけど、しっかり鬼もクエストに出てくるな。まさにカイドウの一味との総力戦ってことだな。そしてカイドウの性能はこんな感じ。侍キラーがあるのか。侍たちの住む輪の国を制圧して自らの縄張りとしたカイドウにはぴったりのアビリティだな。てか調教シャイニングピラーが早くも降臨キャラについたのか。この友情コンボ使っててめちゃめちゃ楽しいんだよな。元ネタとしてはボロブレスあたりかな。そしてストライクショットは雷鳴八卦。ヤマトの雷鳴八卦もめちゃめちゃかっこよかったけど、カイドウも一発の重みって感じで最高だな。金棒の動作も細かくて素敵。友情コンボも SS も魅力的で、これは積極的に使っていきたいキャラだ。そしてお次の隠し要素はこちら、ヤマトの性別。ヤマトの性別？普通に考えたら女だよな。これがモンストではしっかり男として設定されてるんだ。マジか。これは原作ファンには嬉しい隠し要素だな。ワノ国の将軍光月おでんに憧れるヤマトは自らおでんと名乗り男として生きてるんだ。パパのカイドウからも息子って言われて男扱いされてるもんな。ルフィたちと一緒に男湯に入った時にはワンピース界隈に衝撃が走ったぞ。ただモンスト上でヤマトが男として設定されてるってどうやって判断したんだ。モンストではストライクショットボイスの背景音で性別を判断できるようになってて、例えば男性のキャラはこんな感じ。世界一の戦力を見せてやる。続いて女性キャラはこんな感じ。ライフオアトリートまんまま。なるほど。男性の時は背景音が全体的に低い感じで、女性キャラの時は高くてさらにキラキラした音も聞こえるな。そしてヤマトのボイスを聞いてみよう。僕がいよいよ光月おでんになる日が来たんだ。本当だ、男性の時の背景音になってる。こんな感じでヤマトは男性キャラとして扱われてることがわかるんだ。これは面白いな。ちなみに無性別扱いのキャラもモンストにはいて、例えばフランクリンなんかは男性の背景音と女性の背景音が混ざったような音になってる。お前様の邪魔すれたいい度胸だ。放電マックスで黒焦げになっちまいな。え、マジじゃん。この場合は男の子っていう表現が正しいのか。そして最後にストライクショットに関する隠し仕様について解説していこう。これも気になるからぜひお願いします。まずはルフィ。まずルフィのストライクショットはパワーとスピードがアップして走り回るいわゆる自強化系で、さらに停止後にボスに向かってコングガンで攻撃してくれるんだ。コングガンの演出がめちゃめちゃかっこいいんだよな。そしてまず特徴的なのは自強化倍率の高さで、1段階目では 2.5 倍、2段階目では3倍の自強化倍率となってるんだ。そんなに倍率高かったのか。通りで SS の殴り火力が高いと思ったぜ。そして追撃のコングガン、ここに説明文に書かれていない隠し要素があるんだ。一言で言えばルフィの追撃はステージが進むたびに威力がアップしていく。なんですと。こんな感じでステージごとに追撃の威力が変わってて、それぞれのステージにおける倍率はこんな感じ。ステ8で撃つと約 1.5 倍も威力が上がるのか。これはかなりでかいな。これもギアが上がっていく、もしくは終盤に強いルフィの原作再現ってことか。最高だぜ。これだけなら良かったんだけど、このコングガンにはもう一つ隠し仕様があって、それが弱点倍率のマイナス補正。マイナス補正だと？簡単に言うと普通、弱点を殴ると3倍ダメージになるんだけど、ルフィの SS 追撃には弱点倍率に3分の1倍の補正がかかってしまい、思ったよりダメージが出ないんだ。3分の1倍がかかるってことは、弱点倍率が1倍になっちゃって、弱点を殴っても殴らなくてもダメージが全く一緒になるってことか。厳密にはそうではない。ボスには本体判定と弱点判定があって、本体部分に追撃 SS を当てると本体判定のみの1ヒット、弱点部分に追撃を当てると本体判定と
弱点判定を両方拾って2ヒットするんだ。ほう。そして、弱点ヒット時のダメージは、本体判定1倍と弱点判定3倍を足した計4倍のダメージが出るんだ。なるほど、そういう仕組みだったのか。ただ、ルフィの追撃は、この弱点判定に3分の1倍の補正がかかって、合計で2倍のダメージになるって感じ。なるほど、マイナス補正はかかるとはいえ、弱点に追撃を当てると2倍のダメージが出るってことか。そういうことだな。あと、弱点が露出されてない隠れ弱点部分にも判定があって、この隠れ弱点に追撃を当てると約 1.3 倍のダメージになるぞ。ちょっとだけ上がるんだな。結論、ルフィの SS は、追撃を弱点に当てることにそこまでこだわらなくていいって感じだな。そもそも追撃前の自強か殴りの部分がめちゃめちゃ強いから、そっちメインでショットするのが良さそうだ。てか、倍率3倍の自強かってだけでもめちゃめちゃ強いのに、こんなど派手な追撃までついてるのがずるいよな。そして、この弱点倍率マイナス補正、ルフィだけじゃなくて、サンジのストライクショットにもかかっちゃってたんだ。マジか。サンジの SS は、倍率 1.4 倍の自強化で動いた後、近くの敵に上側から連続蹴りの追撃を入れ、さらに最後にもう一発強力な追撃を与えるといったもの。追撃にも連撃キラーエルが乗るのが強いんだよな。そうそう、しかも追撃が終わるまでボスが撤退しないから、ボスの HP ゲージを持ち越してダメージを与えることもできるんだ。ただ、ルフィ同様、この追撃部分に弱点倍率3分の1の補正がかかってる。サンジに関しては、ボスの弱点が上に来た時を狙って弱点倍率ダメージを稼いでいく SS になってるから、そもそも追撃を弱点に当てづらいルフィの SS よりも、このマイナス補正は痛手かもしれないな。連撃キラーエルがあるとはいえ、自強化部分の倍率もルフィほど高くはないもんな。これ、もともと対女性専用の仕様だったとかってことはないのかな？だとしてもめちゃめちゃ蹴っちゃってるな。とまあネガティブな隠し仕様について解説してきたけど、最後に配布キャラで見つかった、強力な隠し仕様について見ていこう。配布キャラといえば、もしや、ロー&キッド？ご名答、ロー&キッドの SS は、パワーとスピードがアップしてキッドがファンクギブソンで攻撃し、さらにローがガンマナイフで追撃するといったもの。これまた演出が最高だ。そしてこのストライクショットの隠し要素なんだけど、キッドのファンクギブソンが発動すると、ローのガンマナイフが入るまで敵が撤退しないんだ。つまり、ボスの HP を削りつってもローのガンマナイフが発動するまでは撤退しないから、その間にネオの友情コンボなどを当てまくることで、ボスをワンパンすることが可能。これはヤバすぎるだろ。運極にできる配布キャラだよな。アビリティのギミック対応力も高いし、いい意味で無料キャラとは思えない性能だな。さすがの二人だぜ。ちなみにローキッドを運極にするには、原作通りこの二人でビッグマムとの戦いを制さないといけないな。最高にアチーでございます。ということで今回は、引き続きワンピースコラボの隠し要素を解説してきました。原作再現最高って人はぜひ高評価よろしくな。というか本当に再現されすぎててすごい。いよいよワンピースコラボも残り日数が少なくなってきたな。せめてもう1週間は欲しいぞ。コラボが終わった後の喪失感が半端なさそう。コラボが終わったら今度は周年イベントも近づいてくるからそこもまた楽しみだ。確かに、最近なんかモンスト楽しすぎるよな。ということで、今後もモンスト楽しんでいこう。ご視聴、ありがとうございました。